はいはい、今日は、みーちゃんのお掃除動画ですね。はい、どんな感じでお掃除をしてるか、うんちとかついてるけどね、こんな感じでやってるよっていう動画をこうね、解説というか私が喋りながら見せていこうかなと思います。結構ね、こうやってこう見て、これみーちゃんがね、回し車を回してくれるようになったんだけど、回し車の中でうんちしちゃうんだよね。で、今のが水のケースね。はい、で、こんな感じ。結構うんちがいろんなところに散らばってるね。こっち側かな？こっち側。うんちを入れてる緑色のケースがあるんだけど、あそこにうんちをしてくれるように教えようと思って、あそこにうんちを貯めてるんだけど、まあ、なかなかね、そううまくはいかないよねっていう。で、これは、夏場用の冷たい床です。まあ、冬でも使えるみたい。一応。あと、こんな感じね。で、はい、みーちゃん出てきたね。掃除してるからもうかなりのイガグリモードだけどね。もううんちまみれだね。そう、でもね、結構、イガグリモードはすぐ治ってくれるようになって。で、100均で買ってきたね、こんなケース。ケースっていうかね、なんて言うんだろう。ケースでもないか。なんかね、こういうのが売ってたの。を、上の白い、なんか留め具で留めて、まあ、バリケードだけね、作ってあげれたらいいかなと思って、こんな感じにしてます。ちょっとね、早送りでお送りしてます。掃除中はどうしてもね、イガグリモードになっちゃうんだよね。まだ慣れてないから、この子。ちょっとイガグリモードにならないようにしてあげたいね。あー、かわいい。完全な親バカですね。あー、かわいい！かわいい！はい。で、こんな感じで掃除をしてます。あ、あれは寝床に入れてる、冷たい板。金属のね。で、こんな感じで、なんていうの？白い床材を全部取って、ゴミ箱に捨ててます。結構こんな感じだね、大体。一気に掃除してあげないと、まあ、定期的にね、週に1回から2回は掃除かな。週に1回は軽い掃除かな。うんちとかだけ取ってって感じかな。で、週にもう1回はこう大きく掃除をします。で、軽くこうやって取って、この後軽く下をタオルで拭きます。ただタオルで拭く前に、今回は入れちゃったね。砂場とか。ここに、そうそうそう。これがトイレ用の砂材ね。入れて、角っこに設置してます。で、上の巣箱の上のところに書いてるのは、自分で100均で買ってきて、つけました。これが大理石の冷たい板ね。大理石風かな？うん。で、あんな感じで水を置いて、餌を置いて。で、洗った、これをね、設置して、で、あらかたいいところまで来たら、そう、今の床材を、ザーッと引いていく感じね。もうピントがさ、もう、ここに合ってるよね。これ。ね。これにピント合っちゃって。部屋の中にピント合ってない。あー、かわいいね。かわいいねっていうか。いや、やっぱり、みーちゃんかわいいなと思って。まあ、この後みーちゃんここに入れていくんだけどね。こう、大変なんだけどね。でもね、楽しいんだ。これが。割と。
こんな感じで床材を敷き詰めてってる感じですね。今もう完全にリアルリントさんの腕がね映ってますけど、でこの日ね友達がね来た日だったんでね、だから途中ねなんかあれかも、無言の時間があるかも。友達がご飯を食べに来ます。ご飯は食べてないな。軽くだべっただけだな、あの日は。本当はご飯食べにでも行こうかなとは思ってたんだけどね。で、そう。いつもね、ここに入れてあげるね。するとね、こうやって回すの。すーごい活発に回すの。でも、軽く回したらね、すぐ戻っちゃう。隙間に入っちゃった。はい、ということで今回はお掃除動画でした。またこんな感じでご紹介できればなと思いまーす。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。